はい、皆さん楽しくジムってますか？元ビトラムカーナです。この動画ではですね、先日行われた関東ジムジャー杯2020年度の、第1戦の、第1ヒート、D クラスとノービスクラスの、映像をですね、見ながらですね、ここをもう少しこうしたら速くなるよ的な話をしていきたいと思います。トップランナーはゼッケン36番 VTR の武井選手ですね。結構スムーズに乗れているので突っ込みどころは少ないんですけれども、無理やり何かを言うとすると、ラムカーナが気になったのはハンドルを切るときにイン側の腕で引っ張っちゃっているところですね。オートバイは基本的には車体を曲がる方向に寝かせることで自然に発生するセルフステアで、前輪の舵取りをしたいんですが、それだけでは瞬発力に欠けるのでライダーがハンドル操作をしてやるんですけれども、それをイン側の手を引っ張ってやることでやってしまっているんではないかということですね。ここの試験チックなところで分かりやすいんですが、腕を引く方向に力を入れると上半身が反作用でアウト側に向いちゃうんですよね。これはターンの先行動作としては、逆の動きになっちゃうので注意したい点ですね。なのでできればターン外側を、押してやるイメージでハンドル操作をしたいんですが、それを腕の力だけで押しちゃうと反作用で体が開きそうですけれども、それはハンドルが体から離れていくので自然と腰から体ごとひねって押していく風になると思うのでいいんではないかなと思います。このような定常円を回っている時もイン側の手はハンドルを引くのではなく、自然と切れ込んでいってしまう前輪を押してで寄していく感じでいければいいのかなと思いますね。最後の回転もセルフステアでフルロックまで行くのですが、その後の固定を引く手でやっているのではないかと思いました。続いてゼッケン35番オリゼ選手ですね。マシンはトライアンフのストリートトリプルです。エンジンが直列3気筒ということでミドルクラスにしてはスリムな車体ですかね。さてそのオリゼ選手、1番目に、気になったのはニーグリップですね。いやいや、ちゃんとニーグリップしてるでしょという声も聞こえそうですが、どうでしょう。確かに内ももはタンクに密着できているとは思うんですが、できれば、膝の内側の骨の硬いところをグッとタンクに押し付けて、走ってやるんですね。そしてイン側の膝が開く傾向がありますけれども、これって上級シードでもよくやってるじゃないかと思われると思うんですが、出すポイントが違うかなという感じですね。上級シードはもっと深くバンクしていて、そこからさらに曲げていきたい時とか車体がどうしても立っていってしまいそうな時に出してるんですけれども、こうやってこれから寝かせていくぞというタイミングはもっと内側の膝をグッとタンクに押し当ててやって、ライダーの腰の力をしっかりとマシンに伝えてやってほしいかなと思いますよ。さらに気になったのはフロントブレーキですね。切り返しのタイミングでフロントのブレーキを使ってやればもっとキレのある切り返しができそうに見えます。今のパイロンに当たっちゃったところもリアブレーキとハンドル操作で向きを変えようとしていて、タイミングは間に合ってないですよね。さらにこのライン踏みもですね、大きく回っていいラインで進入したんですが、最後フロントブレーキをグッとかけてしっかりタイヤに、荷重を乗せてやればググッと切れ込んでもっと小さい回転ができたような気がしますね。今の定常円なんかは体がイン側に向いていて、さらにしっかりとイン側に体も入っていたのでいいんではないかと思いますね。もっと走り込んで速くなってもらいたいと思います。次にゼッケン34番のこのこ選手 DRZ ですね。この人もニーグリップが気になりますね。ここからの試験員ですけれども、下半身の動きよりも上半身が先に動いています。結果ハンドルをこじって回っていってますね。特にモタードマシンは車重が軽いのでしっかりとライダーの体重を車体に伝えてやらないと、タイヤやらサスペンションに荷重がかかりにくいです。とにかくニーグリップ、膝から下のすねやらくるぶし、かかとといった部分すべてをマシンにグッと押し付けて、がっちりと車体と一体化してやりましょう。そしてのこのこ選手もフロントブレーキを使わずに回っていました。この定常円では、右の肘が下がっていてブレーキレバーに指も届いていない印象ですね。もっとフロントブレーキ使いましょう。そしてモタードが続きますね。 WR250X の森内選手です。視線の送り方がとてもいいですね。ラムカーナができないやつです。ずっと一つ先のパイロンを目で追いながら走っています。ワイド目にターンへ進入するライン取りも丁寧で非常にいいですね。オートバイと一体になればなるほど不思議なもので視線が向いた方にオートバイは向かっていくようになります。なのでなるべく視線を先行させてやることで
スムーズにコースを走り抜けることができますね。このライン踏みセクションも、若干ですけどフロントブレーキ使ってクッと曲がってますね。あ、なんか、ケチをつけるところなく最後まで来てしまいましたね。続いてはゼッケン32番伊藤正選手ですね。 VTR です。元ジムカーナで人気の VTR ですが、エントリーリストには VTR250 って書いてますが、正確にはただの VTR なんですって。なんと 1000cc の方が VTR1000F とか SP1 とか2とかってなっていて、この 250cc の方がザ・ VTR なんですね。まあ僕も最近知ったばっかりなんですけれども、と言ってる間に伊藤正選手が終わってしまって、渋いのが走ってますね。ゼッケン31番坂場選手の W650 です。細身のタイヤと、重心が低いことなど、もちろんライダーの技量もありますが、軽快な切り返しで走ってますね。坂場選手も視線の送り方がうまいですし、ここからの試験員腰と、膝の入力で車体を切り返して、それを追うようにフロントタイヤが切れ込んでいってるのが分かると思います。さっきの伊藤正選手もそうでしたが、下半身でしっかりマシンをコントロールできてますと。回転からの立ち上がり、パイロンを見失ってるやん。ああ、もうこっからボロボロですね。しっかりコースは覚えましょう。そして D クラス最終ライダーブッチョ選手です。こちらも VTR ですね。この日は乗れていましたね。見てください、今のバンク角すごいですよ。やっぱり元ジムカーナは寝かせてなんぼですね。ここの回転もワイドなラインで深いバンク角で入って、くるっと回ってもう脱出しちゃってます。この試験員もぐっと外側のステップを踏み込んで、膝でマシンの向きを変えてからちょっとフロントブレーキをかけてやることでググッと鋭いターンをしました。これはうまいです。言うことなしですが、強いて何か突っ込むならばメリハリがなさすぎるかなと思いますね。A 級ライダーのような滑らかでよどみない走りに見えますが、全体的にはペースが遅いので、もっと開けるところは開けて、その分しっかりブレーキをかけるところを意識してやると、もっともっと速くなれると思いますよ。そしてここからノービスクラスですね。これが初めての大会だという方もたくさんいました。ゼッケン44番デューク200の梅田選手ですが、姿勢がとてもいいですね。ライテク本やらスクールでこういった乗車姿勢を教えてくれるところがあるみたいですが、元ジムカーナはモータースポーツなので、こういったかっこいい姿は忘れて貪欲に行きましょう。結構梅田選手リーンアウト気味で走ってますね。どうしてこうなるかというと、姿勢が良すぎて骨盤が立っているので、腰の動きが制限されてしまっているんですね。先ほどから何度も言っているニーグリップですが、ニーグリップの目的は車体との一体感の他に膝でのマシンコントロールにありますが、骨盤が立っているとこの膝の動きが全くできなくなります。腰を後ろに引いて骨盤を寝かせてやった方が、膝が上下左右前後に可動域が広くて、膝でのコントロールが自由にできますし、お尻も前後左右斜めと動かせますが、骨盤を立てているとお尻を右か左にずらすくらいしか可動範囲がなくて、コントロールの幅が減ってしまいますね。などと言ってる間にゼッケン43番白田選手がスタートしています。マシンは GN125H というモデルライフとしては今大会1で長いマシンですね。この白田選手も背筋が伸びていますが、よくよく見ると骨盤は後ろに倒れていますね。ニーグリップは積極的にしていないように見えますが、結構シートをお尻で押して左右にマシンを振っているのが分かります。古い設計のオートバイですが、それゆえにバランスの良い乗りやすいオートバイだということが、なんとなくこのスムーズな走りから伝わってきますね。初めての大会ということですが、今の回転なんかも、まあ、半径は大きかったかもしれないですけど、すごくスムーズに流れてますし、今のターンも綺麗ですよね。これはね、ご本人の努力もありますし、マシンの組成の良さっていうのも感じられますね。そしてゼッケン42番 VTR の渡辺選手がスタートしました。やっぱり VTR は人気ですね。体もよく動いていてスムーズなライディングですね。このようにですね、マシンの上に一直線に、シートの上にまっすぐ座った状態、姿勢がですね、やっぱり元ジムカーナ的にはスタンダードなライディングフォームですね。
この姿勢でマシンを自在に操れるようになってから、いろいろと乗り方を発展させていければいいかなと思います。回転も綺麗にスムーズに抜けてきましたけど、ここでコースを見失っちゃいましたね。よく初心者の方にどうすればコースを覚えられますかって聞かれるんですが、基本的には元ジムカーナのコースは、右に行ったら次は左っていう風になってますし、パイロンも色分けをされています。なので分からなくなりそうなところだけ重点的に覚えるようにするのがミソですね。 A 級富永選手はコースウォークはかなり気を抜きながら歩いていて、あれ今のところなんだと気になったところだけを、しっかり覚えるようにしているというふうに話していましたね。さあ次はゼッケン41番 MT-09 の大久保選手ですね。難なくコースを、駆け抜けていますね。これは結構なベテランライダーって感じですね。ただ気になるのはやっぱり、着座姿勢ですね。シートの段付き部にお尻を当てて背中をかなり反らせていますが、まあ、後ろに座るというのはリアタイヤを基準にマシンをコントロールするという観点では重心が後ろ下がってた方がいいのでいいことだと思いますが、ちょっと腰の反りが大きいように感じます。ここまで骨盤が前傾していると下半身でのマシンコントロールはかなり難しいのではないかなって思ってしまいますね。実際ちょっとハンドル入力にですね、腕の力に頼った走りになっているようにも見えますね。続いてゼッケン40番ナメリー選手です。前にアップロードした第2ヒートの動画では僕ナメラ選手って言っちゃってましたね、ごめんなさい。MT25 です。非常によく乗れてますね。ラムカーナより上手いんじゃないですかね。文句のつけようがないですね。うまく乗れているのと何よりこの勢いがある感じがとてもいいです。ノービスクラスで、この人は速くなるなって感じる人は勢いがいい人です。少々ライディングが雑でもですね、前へ前へ進もうっていう感じで走ってる人が伸びるような気がしますね。今のなんか視線も気持ちもすでにライン通過セクションに行っているせいで、芝生を踏んでも気づいてないくらいです。普通あそこはね、外側の芝生に気を取られてね、スロットル開けられないんですけれども、今のはいい感じだったと思います。ゼッケン39番モモ選手、マシンは CN750X ですね。エントリーリストのコメントだと40代からオートバイに乗り始めての大会初出場っぽい話なんですが、10代の若い頃からオートバイに乗って遊んでいるっていう人の方がやっぱり早いのかなって思ってしまいますけれども、そこは違ってですね、結構40になって、オートバイに初めて乗って、乗りこなせないからジムカーナで練習しようみたいな感じで来て、あっという間に B 級昇格なんて人もいますんで、お金が余り始めた、中高年の皆さんもぜひジムカーナをしに来てください。どんなにいいオートバイも、お金を出せば買えますけれども、技術だけは残念ながらお金では買えないので、ぜひ元ジムカーナで楽しく、技術を磨いて、楽しいオートバイライフをできるようになればなと思います。ももさんの走りを見ているとハンドルを切って曲がろうとしていますね。で、オートバイは基本的にはハンドルを切ったのと反対側に傾こうとする性質があるので、セルフステア以上に、ハンドルを切れ込もうとすればするほど車体が立っていってしまいます。そのせいで外側にどんどん膨らんでいってしまうんですね、今みたいな感じですね。で、外側に膨らむのを止めようとリアブレーキを踏んでしまって、どん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 速度が落ちていってしまうという悪循環になりますね。さて続いてはゼッケン38番のカトンボさん、DRZ400SM ですね。カトンボさんはリアブレーキを踏みながら体の重心をイン側に入れることでセルフステアを発生させて綺麗に寝かし込みながら走っていますが、フロントブレーキの使いところをもう少し工夫したいかなと思います。フロントブレーキは減速するためだけに使うのではなく、フロントタイヤの切れ込みを制御することができるので、細かいターンでフロントブレーキを使ってフロントタイヤに荷重を乗せてやるともっとくるっと小さく回れるようになります。今の回転の脱出が膨らんだのも、もう少しフロントタイヤの荷重が乗っていればもっと小さく、回れたと思いますね。フロントブレーキの力の強弱を繊細にコントロールしてやると、フロントフォークの動きをコントロールできるようになってくるので、スピードが出ているところからの進入でいきなりフロントタイヤがガクッと切れ込んだりとかですね、サスペンションがダヨンダヨンするような無駄な動きを減らすことができますね。
ゼッケン37番モルモット選手は VTR ですね、イン側に重心を入れながら体もインを向いていて綺麗に乗れているんですが、気になったのはリアブレーキだけで走っているせいで、最大バンクのタイミングがクリッピングポイントを超えてから出ているところですね。ここですね。もっとターンの手前でフロントブレーキを使ってやりたい感じですね。回転なんかはバンク角は十分なので、フロントブレーキを軽くかけてやることで前輪をもっと切り込ませてやるとハンドルロックが当てられてもっと小さい半径で回れますね。全体的にハンドルロックを当てずに走ってますね。リアブレーキを的確に使えているので十分走れているんですが、やっぱりもっとフロントブレーキを使ってやりたいです。今のはリアブレーキだけでスピードは合わせにいっちゃったんで、リアがロックしちゃってますね。こういった小さなターンではぜひフロントブレーキを使ってもらいたい。モルモット選手くらいしっかりバンクをさせれていればフロントブレーキをかけたことで車体が立ち上がってしまうということもないと思いますので、もっと活用してもらいたいと思います。それ以外の技量はかなり高いですよね。この低上縁とか膝すりで回ってますし、フロントブレーキを使いこなせるようになったらすぐ C2 ですよ。ゼッケン36番杉尾選手、マシンは CBR250R ですね。まあかなりこの日は乗れてました。もうね、全然うまいですね。本当に言うとこなしです。確実にラムカーナよりも上手です。これくらい乗れるんだったら次にやることは、ブレーキで減速をしない走りですね。ちょっと難しい話になっちゃうので今回はここまでです。さあ続いて鳴らしが終わりたての土新車の忍者 1000SX はゼッケン35番のツカポン選手、大会初参加。いいですね。絶対転ぶわけにはいかないのに大会出ちゃうっていうね。元ジムカーナー、そんな人も大歓迎です。だってね、人が上手になっていくのを見ているのも楽しいんですよ。他のレースと違って人が走っているのを温かく見守れる競技です。同じコースを走ってると邪魔だとかぶつかったとかいろいろわだかまりができてしまうんですけれども、元ジムカーナに関しては一人一人が走るんで、人は人、自分は自分で、最後にタイムを聞いた時に初めて一喜一憂するだけで、他の人の走りは見守るしかないんで、初心者が走っているのも、もうね、頑張れとか今の惜しいとか、ちょっと今の走りすごくないかとか、もう肯定的な気持ちでしか見ていませんから、ぜひ安心して参加してもらいたいですね。もうね、もう転びたくない一心で体が硬くなっちゃってますが、数ヶ月も元ジムカーナやってると笑いながらオートバイをバンバンこかすようになっちゃうんですね。だからってオートバイに愛情がないわけではないんです。大事なオートバイで全力で走れるようになりたいという一心です。そしてゼッケン34番サック選手は VTR、この方も基本がしっかりしたとても綺麗な走りなんですが、先ほどのモルモットーさんと同じでクリッピングポイントの後で、バンクが一番深くなっていってますね。フロントブレーキも使ってない風に見えますね。どうなんでしょう。ターンをしながら、オートバイがバランスをふーって崩して倒れ込んでいく感覚を利用している走りですね。つま先とかステップとかがするのを待って走ったりするとこんな感じのリズムになりますが、タイムを削っていくにはもうね、そのポイントではスロットルを開けてないといけないんですね。なのでターンの進入ラインから改善していきたいですね。とはいえ結構軽快に飛ばしてたんで前に追いついちゃいましたね。ド新車のツカポン選手も必死です。絶対倒さないぞという一心でオートバイを寝かせられなくてですね、それでも回ろうとしてハンドルを切りますが、なぜかハンドルを切ったら切っただけどん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 外側に膨らんでいってしまうんですね。これがオートバイの不思議なところです。二輪車は自転車もオートバイもキックボードも寝かせてやれば勝手に曲がる乗り物なので、とにかくバンクをさせてやらないと曲がらないんですね。ターンの内側に向けてちょっと力を入れるだけでオートバイは外に膨らむ力に引っ張られてしまう。なので試しに逆に外側に向けてちょっと力を入れてやりましょう。そうすると不思議なことが起きますよ。さてさて、次はゼッケン33番伊賀尾選手でマシンは VTR ですよ。忘れていませんか。 250cc の方が本家の VTR です。さあ今の分かりましたか。右に少しバンクしていたオートバイが左に曲がり出す瞬間に一瞬右にフロントタイヤが切れました。ここからもよく見ていてください。切り返しのたびに一瞬反対側にフロントタイヤが切れますよ。そうですね、
オートバイはハンドルを切った方向と逆に倒れていくということで、これをいわゆる逆走だと言いますね。何も切り返しだけでなく、一直線にストレートを走ってきてから左右どちらかに曲がり出す時もこの逆走だを無意識にでもやっています。生まれて初めて補助輪なしの自転車に乗れたあの時から無意識にやってるんですね。オートバイはセルフステアで曲がる乗り物だということで、ハンドル操作はしないとここまで話してきましたが、この逆走だは意識してできるようになりたいです。車速がある場合はブレーキ操作と重心コントロールで切り返しができたりしますが、速度が落ちた状態からの細かい切り返しではこの逆走だを積極的に使うことで鋭い切り返しを生み出すことができます。さらにスロットルワークのリズムを合わせてやって、起き上がらせたい方向と逆に切れ込んだフロントタイヤがリアタイヤにグッと押されて、つんのめって外側に力のベクトルが向いていく感じ、バイク乗りはこれを何と言うでしょう。有名なやつですよ。そう、ハイサイドです。正確にはそのまま外側に転ぶことをハイサイドと言いますが、ハイサイドで吹っ飛んでいくのと同じ原理で素早くオートバイを立ち上がらせるんですね。先ほど前に追いついちゃったサク選手は再出走になりましたね。このきつい切り返し、ほら今左向きにグッとハンドルを切ったところから素早く立ち上がりましたね。車速が少しでも出ているところでは体重移動とリアブレーキでバンクのコントロールをしています。もう一つ車体を起き上がらせる操作としてはスロットルオンですよね。オートバイが前に進もうとすると車体は立ち上がります。なのでサク選手は結構この加速で車体を起き上がらせるということをしてますね。そういったオートバイの自然な動きを待って走らせるのは非常にスマートで、本来は一番いい乗り方なんですが、タイムを削っていくならばバンバン逆走だを入れてオートバイの動きをどんどん速くしていってやりたいですね。ちなみに今の回転の立ち上がりですが、スロットルを開けた時にググッとバンクして少しだけでしたが急激に向き替えが発生しました。これは低速時にスロットルをオンしたことでチェーンが引っ張られてリアサスがぐっと縮むことで発生したディメンションの変化で起きた現象です。これを使いこなせるとタイトターンの立ち上がりで非常に役立ちます。そしてゼッケン31番のバリー選手ですね。バンクが深いですし切り返しも早いですね。ここからのこの回転とか見てくださいよ。すごいですよこのバンク。ハンドルロックは当たっていませんが、この速度で回れれば十分です。ガーッと通らなければいけない関門をスルーしていってしまいました。気持ちよさそうに走ってたんですけどね。続いてはゼッケン30番ナベ選手は CRM250 ですね。ツーストマシンベースのモタードモデルは元ジムカーナには向かないと思われていましたが、今はそうでもないですよ。 B 級の E 選手が KDX220 で活躍していて業界の認識も変わりました。さて豪快にミスコースしてしまったバリー選手、楽しそうに走ってますが、あ、今気づいたかな。でもね、この低上縁とかリーンアウトで積極的にオートバイを寝かして走る姿勢はいいのではないでしょうか。とにかくオートバイは寝かせてやらないと曲がりません。そして鍋選手ですが、ツーストはこういったスロットルを大きく開けながら刻んで走るセクションではエンブレによってガチャつかないのがコントロールしやすくて有利な点ですね。同じくツーストエンジンのマシン、ゼッケン29番あずき選手の KTM250EXC ですが、ゴリッゴリのエンデューロレーサーをベースにしていますが、今シーズンはこうしたツーストレーサーをベースにした車両が増えますね。しかしなんだかとても走りにくそうに見えますね。ツーストエンジンは低回転域でのトルクが弱いので、ファイナルギアレシオをショート方向にしてそれらを補いますが、そのせいもあってただでもピックアップがいいエンジンがどんどんピーキーになってしまっているようですね。ちょっとでもスロットルを開けすぎれば飛んでいってしまいそうになるんでしょう。さらにエンブレも弱いのでリアタイヤに引っ張られることで発生するフロントタイヤの寝かし込みも発生しづらくて、どんどんハンドルに力が入ってしまっているように見えます。現時点では同じ 250cc でもこの拓郎選手の WR250X のようなフォーストマシンの方が乗りやすいんではないでしょうか。ただですね、この 250EXC は TPI というインジェクションなんですよ。インジェクションということは ECU の中で点火タイミングやら回転域ごとの燃料の濃さやら何やらを全部コントロールできるわけですから、うまくセッティングしてやればきっと化けますね。あとサスペンションが柔らかそうでいて全然奥まで入っていっていないのも気になりますね。
リアサスも硬そうなので全体的にゆっくりながら大きく動くようにサスペンディングをして、ピーキーなエンジンで発生する挙動を車体で吸収してやれるようにするともっと乗りやすくなるのではないでしょうか。さてさて、先ほど引き合いに出した拓郎選手ですが、この方もフロントブレーキを使わないで走ってますね。勢いは結構あるんですけど、で勢いが余ってミスコースしました。なんでしょうね、フロントブレーキを使わない理由は何かなと考えると、例えばまあ効きが良すぎるんでちょっとでもかけるとこうガクってこうね、フロントタイヤが切れ込むとかね、いろいろ怖い。あっと急ブレーキだ、コースを見失っちゃいましたね。やっぱちょっとブレーキが性能良すぎるとか、あっと今のはエンジン一瞬止まったように、おーっと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 、結構ね勢いはあっていいですね。これはね今後に期待できそうですよ。そしてこちらはゼッケン26番ケイキー選手の Z400 ですが、お回転はいい感じですが、リアサスが全然動いていないのが気になりますよ。この切り返しもリアサスが動いてないせいでバンク角が出ずにですね、車体が立ってしまっているので結果ハンドルをこじって曲がっていましたね。確かにね、オートバイはリアが上がっている方がかっこいいので、どうしてもお尻を上げたセッティングをしたくなりますが、といえば WR って日本のオートバイ史上一番リアが跳ね上がってますよね。さあ拓郎選手はミスコースでした。ヒート目ちゃんと覚えて結果出したいですね。さてケイキー選手ですが、とてもよく乗れていると思いますが、本当にリアサスが動かなさすぎて、特に今みたいなタイトターンなどはかなり損をしているような気がします。試しにちょっと大胆にイニシャルを抜いて練習してみてください。きっといい感触を得られると思います。今度は細身で背の高いライダーですが、ゼッケン25番のケンタッキー選手は VTR です。マシンもつなぎも全部黒でかっこいいですが、走りも安定していて非常にいいですね。これぐらい上背があると前後左右あらゆる方向に体を使った重心移動ができるので強みになります。回転もリアタイヤに重心を残して、フロントタイヤは大きく振り回しながら綺麗に回りました。ここのタイトなターンではしっかりとフロントブレーキを使っているので、フロントの切れ込みが早かったですよね。さあここの回転は半径は大きいですけれども、無理して深くハンドルを当てて、そのせいで速度が落ちてしまうくらいなら、これくらいの半径ででも速度を落とさず走れた方がいいですね。ここからもコースいっぱい外側まで使っていい感じで走れてると思います。視線も気持ちもかなり先に行っているのが分かりますけれども、ここでちょっと見ちゃいましたね。外側のパイロンを見た途端に車体が立ってしまったのが分かります。でも続く定常円ではちゃんと円の反対側にまで視線が送られていて、とてもいい感じだったと思います。やっぱり基本は視線移動ですね。そしてゴールですが、ほらこうやって停止線ギリギリ奥まで突っ込んでくるだけで、ゴールの放電管を通る速度、コンマ0何秒って変わってきますからね。打って変わって今度は小柄な選手ですが、同じく VTR のゼッケン24番アキコ選手ですね。小柄な方はどうしても腕のリーチも短いせいでハンドルバーを手前に倒してリーチを稼ぐんですが、今度はそれがタンクに当たるということで高さでそれを逃がすと、すると肘よりもハンドルが高くなるので荷重をかけづらくなってしまいますね。そして大きくステアリングを切ると押し手が効きづらいので引き手で操作をすることになるので、体も回っていく方向に向かなくなるという悪循環になってしまいます。足つきのことも考慮してシートもアンコを抜いてかなり低くしていますが、それもハンドルが遠ざかる要因にもなりますよね。なので、もっと腰を左右に大きく動かせるようにして、イン側に腰を落としながら後ろに、引く形で引き手を外側に逃がしてやれるように、体を使えるようになればいいんではないでしょうか。こちらはゼッケン23番レッド瀬戸内選手ですが、マシンは SV400S、 アッパーカウルは外してますね。非常に上手に乗れていると思いますね。しっかりと寝かし込んでから自然に切れ込んでいくフロントをブレーキでさらに切れ込ませて鋭く回っていますね。加速も力強くてメリハリがあって非常にいいです。この方は速くなりますね。このままもっと走り込めばあっという間に C2 です。ゼッケン22番 VTR のカワウソくん選手、とてもいいと思います。オートバイに対してまっすぐに乗れていて、腕も大きな円を描く形で構えられていますし、回転では外側の腕でしっかりとハンドルを押さえていました。さらにこのタイトターンではフロントブレーキでしっかり切れ込ませているのが分かりますね。この回転も非常にスムーズ、半径もちっちゃいですね。そして何よりライン取りが非常に的確に取れていて、この辺りではどのノービス選手よりもスムーズにクリアできているように見えますね。
しかし速い人は皆さん視線移動が上手ですよね。ラムカーナね、こんな風に視線送れないんですよ。続いてはゼッケン21番タイガー選手、マシンは MT-07 ですね。お尻を曲がる方へずらし込みながら重心移動しているのが分かります。全体的なペースは遅いですけれども、パイロンへのアプローチの仕方やスロットルのタイミングなどは的確ですね。この回転も結構早く回れていますし、いい感じだと思います。今のところ、重心移動後に逆走打が入っていましたね。タイムを詰めていこうとすると、こういった同じことを目的にした複数の動作をなるべく一度に行えるようになるといいのではないでしょうか。今の回転へのアプローチも重心移動と、逆走打がずれていましたね。ノービス C2 ぐらいの方でよくこういった風にわざとだと思うんですけど、操作を段階的に行って自分のリズムを取りながら走る人がいます。ラムカーノも C2 の頃はですね、全部の動作をバラバラにやっていて、1、2、3っていう具合にリズムを取りながらやってたんですけれども、結局速さを追求していくと、そういった動作を一度に一発で決めきれた時の方がタイムにつながっていますね。さて、同じく MT-07 のアイピョン選手ですが、白バイ隊員のように大きく上半身をイン側に入れて走ります。やっぱりね、白バイはオートバイ乗りの憧れなんですよね。みんなああいう風に走りたいと、ここを飛ばしていく人多いな、ほんとな。スタート地点のゼッケン19番サダスエ選手を見ていましたが、あそこは要注意ポイントです。さて、アイピョン選手、回転では大きくお尻を外側にずらしたリーンアウト乗りですね。セーフティーライディングの基本です。ブレーキも4本指でしっかりかけてますし、今のターンダイナミックでしたね。視線の移動も速いですね。ただですね、元ジムカーナ的に言うと、ここまで大きな体重移動は全体的な動作を遅くしてしまうのでお勧めできないですかね。ペースが上がっていくと、とにかく、左右に体を動かす場がなくなってくるので、なるべく体の動きはコンパクトにまとめたいです。さらにフロントブレーキは 1,2 本で撫でるように操作するのがおすすめですね。残った小指と薬指でしっかりグリップを握ってですね、路面からの反力に耐えられるように備えておきたいと思いますね。打って変わってゴリゴリのジムカーナ乗りなのはゼッケン18番サダスエ選手ですが、お尻はシートにまっすぐ乗せたまま骨盤から上を少しアウト側に反らしたリーンアウトですね。これは外側の膝でタンクを押し込んでいるための結果です。ブレーキングの動作と同時に体重移動と逆走打を一度に行えているのも無駄がない走りだと思います。ライン取りもかなり的確ででしてね、ここの入りを大きく膨らんでいるあたりがですね、分かっているなって感じですね。これ本当にノービス選手の走りなんですかね。最近のノービス選手は本当レベル高いなと思いますよ。あっ、ここで転んじゃいましたね。見事な握りこけでした。回りきれないなと思ってフロントブレーキを急にかけちゃったんでしょうね。こういうところはあらかじめずっと軽めにフロントブレーキを当てておいてですね、タイヤとサスに荷重を乗せておいてあれば、今みたいな急な動きになって転ぶことはないと思います。続いてはゼッケン18番 SV650 の安西選手ですね。回転を立ち上がってここからなんですが、今変な動きしました。バンクしつつの進入で強めにフロントブレーキをかけているのに、まっすぐ走っていて、その後急に今前輪が切れ込みましたね。これは切れ込むのを腕で押さえ込んでいるのかな。この後のこの辺りもですね、ちょっとフロントの切れ込み方が変ですよね。ちゃんとサスも沈んでいるので、ブレーキによる荷重は乗っているんですが、やっぱり自分のタイミングよりも早めに、フロントタイヤが切れ込んでいるのをこう腕力で押さえているようにも感じますね。あ、やっぱりちょっと切れ込みがきついというか早いんでしょうね。違うかな。ちょっとフロントフォークの突き出しを変えてみるといいんじゃないかなと思います。ゼッケン17番 GSX-S125 のマングー選手はパイロン1本飛ばしてきちゃいましたね。マーシャルの動きで気づいたみたいですが、そのまま先を行きますね。今のところちょっと強引にハンドルを切って曲がろうとしてバランス崩しましたが、持ちこたえました。結構身体能力高そうですね。回転をハンドルロックを当てずに大きく回りましたけれども、スムーズですね。ものすごくしっかりとフロントタイヤに荷重を乗せられているようで、逆にサスペンションが耐えられずにギクシャクしちゃっていますが、これはライダーがかなり乗れているという感じですね。そしてベンリー110のベンリーよりベンリー選手、そもそもジムカーナをするような車両ではないので、ジムカーナ走りを語るのもなんなんですが、ニーグリップができない車両で、これだけ的確にコントロールしようと思うと、腰でのコントロールが重要ですね。まっすぐとシートに座っていて、見た目には分かりづらいですけれども、しっかりと荷重をお尻でこう左右にかけながら走っているんだと思います。
そしてフロントタイヤがこうライダーにとても近くにあるので、軽めのブレーキングでもしっかりとタイヤに荷重が乗るんでしょうね。よく曲がりますね。散々ニーグリップが大事みたいに話してきましたが、実はニーグリップなんてしなくても十分オートバイのコントロールはできるんですよね。しっかり腰で前後左右の荷重コントロールをして、あとはブレーキの操作でサスペンションとタイヤのコントロールをするっていうだけでも十分走らせることができます。続いてゼッケン15番 CBR650F のヒロ選手。ペースはゆっくりですけれども、視線移動も速いですし、腰と膝でしっかりとマシンの、グリップとコントロールができていますね。イン側の腕も、引っ張る方に力が入ってなくて、ちゃんと押し手が効いてて良さそうです。とても上手に乗れているように見えますね。回転も大きいですけど、一応フルロックギリギリ当たってるっていう感じですかね。ただやっぱりもっともっと勢いが欲しいですね。テクニック的には乗れていない人の走りではないので、あとはスピードレンジを上げていくことですね。いろいろ練習会なんかでトレイン走行っていうのがありますから、あれをいっぱい走り込んでですね、こう体の中のスピードレンジをどんどん上げていけばいいんじゃないかなと思います。さてさて、またも MT-07 ですね。本当に人気ありますね。ゼッケン14番の堀江選手ですが、リズムよくとてもいいペースで走っていますね。無理やり何かを言おうとすると、若干肘を畳みすぎているようにも見えますね。ハンドルが高いのかな。でも下半身でのマシンコントロールは十分できてますね。今の回転の進入とか鋭くていいですね。実はこの回転、一時旋回のあたりが手前に下がる形のバンクになってるんで、実はねオートバイが寝かし込みにくいんですけれども、その状態であれだけ回れるんですからすごいですね。あーでもやっぱりちょっとハンドルやっぱ高いのかな。今ぐらいのペースだといいんですけど、後々もっとペースを上げて回転とかしたい時にはもう少しこう腕で前輪を抑え込めるようなポジションの方が楽になってくるんじゃないかなと思いますね。続いてゼッケン13番ヨズヨズ選手はグロムです。これまた本当にノービス選手なのかと思ってしまうぐらい綺麗に乗れていますね。かなり寝かし込んで走れています。こことかすごいですね。これくらいの車格だとボディアクションも効果出しやすくてですね、回転での抑え込みも楽ですよね。当然排気量的にパワーはないのかもしれませんが、最近の元ジムカーナシーンではパワーはそれほど重要ではなくなりつつあります。それよりも全力で扱い切れるエンジンの方が合っているのではないでしょうか。扱いやすいエンジンという意味ではミドルクラス1扱いやすいと思われるエンジンを積んだ SV650 もいいですよね。ゼッケン12番三浦選手ですが、ちょっとアウト側に体が開いているようにも見えるんですが、もっと腰を曲げたい方向へ向けてみてもいいのではね。ってここで転倒ですね。リアが滑ったのかな。いやヨズヨズ選手回転も綺麗に決めますね。かなり乗れてると思います。さあそして三浦選手が再スタートをしました。ここの回転の飛び込みとかいいですね。クイックに回れてましたね。あでも今ちょっと暴れましたね。A 級 B 級なんかとノービス選手の走り方の違いの一つにですね、操作の強さみたいなのがありますね。スロットルの開け方だったりとかブレーキ操作ボディアクションなんかの動きが結構ノービス選手大きかったですね。今みたいにこう結構フロントとか暴れてますよね。こういうのは多分ブレーキ操作がちょっと強いんじゃないかなと思いますね。ゼッケン11番 Z125 プロは綾鷹選手ですね。ライダーの制御下に収めやすいミニバイクなんですが、綾鷹選手の場合はこのシングルシートのせいもあってかちょっと腰が立ちすぎていますね。さらにもう少し後ろに座れるともっといいかなという気もしますが、やはりねだいぶ腰が反っちゃっていますね。体のひねりがかなりきつそうですし、シートに与える力もこう入れにくいのではないでしょうか。この辺りの細かなセクションだとよくわかりますね。かなりハンドル入力が優先されていて、逆にライダーがこうマシンに振り回されている感じがしますね。
もっと腰が後ろに引けるだけのスペースをシートの上に作ってあげるとかなり塗りやすくなるのではないでしょうか。ゼッケン10番 VTR のアラちゃん選手ですが、いいですね。ただ少しフロントタイヤの切れ込みが強い気がします。進入時のブレーキが強すぎてタイヤが切れ込んでしまって車体が立ってしまっているのか、そもそもセルフステアが強く出すぎているのかもしれませんけれども、厳しい言い方をすると、現状のマシンセッティングに進入速度が合っていないということなので、もっとアベレージ速度を上げられるといいですかね。とはいえこの回転なんかは、いいバランスで回れていましたね。でこの細かいセクションとか、ちょっとやっぱり切れ込みが強いのかなという気もしますね。なので、セッティングを変えるというのもありますし、単純にアベレージ速度を上げるだけでも十分解消する話だと思います。続いてゼッケン9番 GSX-R 線の岡田工務店選手ですが、かなりの鬼ハンですね。でもこれが乗りやすいんでしょうね。さらに結構ハンドル幅も広いです。でもとても乗れていますから、合ってるんでしょうね。このハンドルのおかげなのか、ハンドル入力も俊敏で鋭い切り返しができていると思います。この回転とかはですね、半径大きいですけど深いバンクでかなり速く回れていますね。その後のこのセクションとかもリズムもいいですし、本当によく寝ていますよね。これはね、今後かなり楽しみな選手ですよね。こちらは GSX-R7 班ですね。ゼッケン8番ベイ選手、同じくよく乗れていると思います。すごく速く走っているように見えるんですけれども、それでもね、結構フロントブレーキなしで回っているところがあるので、そういう意味ではもっともっとペースを上げられるのではないかなと思いますね。こことかもね、結構リアブレーキと体重移動だけで回っていってるんですけども、あそこもフロントブレーキをちょっとかけてやることでもっと素早く動けるようになると思うので、ペースは上げられると思いますね。ゼッケン7番右政選手は VTR ですね。よく乗れているんですけれども、少し動作にばらつきがあるのが気になりますね。自分の中で走りやすいリズムを操作に割り振って走っている感じですよね。ブレーキと、腰の振りとか首の振り、そしてスロットルなんかがですね、一つ一つちょっとずつタイミングをずらして走っています。これはね、多分自分の中でこういう操作の順番みたいなので、バランスを取ってるんだと思うんですけども、これらの操作をもっとですね、一度に圧縮して行えると、こう自然とペースも上げられていくんではないかなと思いますね。自分の中のリズムも大事にしたいので、体内のテンポ自体を上げてやれるといいですかね。なんで今が例えば、1秒間120ビートみたいな感じだとすると、それを 240BPM に上げてやるとかですね、いわゆる動物的に言うと鼓動を速くするっていう感じですかね。続いてゼッケン5番ユーナ選手は WR250X ですね。シートはかなりあんこ抜きしてますかね。その割にはハンドルの高さやら幅は変えていないためなのか、結構高めにハンドルがありますよね。これだとハンドルの抑え込みが結構辛いんではないかなと思いますけれども、そうは言っても結構乗れているんですよね。VTR なんかと比べるとだいぶハンドルも近くにあってですね、手が届かないなんてことはないと思いますし、もっとハンドルを低くしてやってもタンクに当たるなんてこともないので、ちょっとその辺を工夫してもいいのかなという気はします。モタードマシーンって結構、車重が軽いので楽に乗れそうに思いますが、やはりね、車高が高かったり、ハンドルが広かったりと、こう動き自体がとても大きいので結構体力使えますので大変だとは思いますけれども、ちょっと頑張ってもらいたいですね。勢いはかなりあって、今後の成長にちょっと期待したいですよね。そしてゼッケン4番曽根選手は XJR1300 です。1300ですよ。でっかいですよね。フロントタイヤのサイズを間違えてるんじゃないかと思ってしまいますが、ホイールベースの長いそんな巨体を軽々と走らせていますよね。しっかりと寝かし込みもできてますし、巨体に合った、広めの走行ラインを丁寧に走らせられていますよね。
くところもですね、しっかりと、スロットルを開けることで重たい車体を鋭く切り替えさせられているのではないかと思いますね。とてもいい走りができていると思います。これはですね、もうこのままでも十分シードを狙えますし、すぐに SB クラスなんかランキングされるようにもなるんじゃないですかね。そしてまた来た鈴木だ、 SV650 だ、ゼッケン3番新選手、思い切り加速して強めのブレーキで進入という具合に、かなり強めにメリハリをつけた走りに見えます。今のところもフロントブレーキのかけすぎでちょっとびっくりしましたよね。細かなターンは大きくラインを取ってリアブレーキで姿勢制御をしながらクリアしていきます。またその後一気に加速という感じですが、ノービスの間はこんな感じの走り方でも十分だと思いますね。いろいろここまで分かりにくいテクニックの話をしてきていますが、もう本当に、ね、最初の頃は細かなことをやろうとはせずにスロットルをしっかりと開けて、そしてしっかりと減速できることに集中していいと思います。結果的にそれが、走りの勢いというものになっていくので、大事にしているといいと思いますね。さあ最後の選手です。ゼッケン2番アッキー選手のマシンは GPX レジェンド。これって商標的に日本で売って大丈夫な名前なのかしらって思ってしまいますが、タイの会社のオートバイですね。ちょっと特殊なオートバイということで何がどうとか語りづらいんですが、アッキー選手は全然フロントブレーキを使わないですね。ターンへの進入時に指をかけてブレーキングして、またしっかりとグリップを握り返してターンしてますね。これで走れるのは相当すごいことなんですが、やっぱりですね、ジムカーナで、タイムを出すためにはフロントブレーキでの前輪やサスペンションへの荷重コントロールは必須だと思います。出走前に周りの人がやっているからとタイヤの空気圧を低めに設定とかしていながら、そのタイヤに荷重をかけてやらないと結局は思ったように動いてくれませんからね。とにかく両手、両膝、両足、お尻と、オートバイに接する全ての部位で的確にコントロールをして走るということが元ジムカーナなんだということですね。ここまで長々とよくわからない話をですね、延々喋ってまいりましたけれども、何か一つでも、ノービスの、皆さんが1秒でもタイムアップすることに役立てばいいなと思っております。